はい、ゆきえもんです。今回もやっていきましょう。ゆきえもんとコアバナ、今回の、読ませていただきたいと思う怖いお話、こちらもねとても、人気のあるお話なんですけれども、前回前々回とは違って霊、幽霊、お化けが出た、そういったね類のお話とはまた違って、民族学、伝承、迷信といったね、そういう類の怖いお話、こちらをね読ませていただきたいと思います。今回も、耳でね楽しんでいただければ幸いです。では早速読ませていただきたいと思います。邪詩。これは俺が14歳の時の話だ。冬休みに N 県にあるおじといっても、まだ当時30代だったが、そのおじの別荘に遊びに行くことになった。本当は彼女と行きたかったらしいが、最近別れたので俺を誘ったらしい。小さい頃から仲良くしてもらっていたので、俺は喜んで遊びに行くことになった。おじも俺と同じ町に住んでおり、早朝におじが家まで車で迎えに来てくれて、そのまま車で出発した。おじはなかなかおしゃれな人で、昔からいろんな遊びやアウトドア、音楽等々教えてもらっており、尊敬していた。車で片道8時間はかかる長旅だったが、車内で話をしたり音楽を聴いたり、途中で休憩がてら寄り道したり、本当に楽しかった。やがて目的地付近に到着し、スーパーで夕食の食材を買った。そしてかなりの山道を登り別荘へ。それほど大きくはないが、木造ロッジのおしゃれな隠れ家的な印象だった。少し下がった土地のところに2、3他の別荘が見える。人は来ていない様子だった。夕食は庭でバーベキュー。普通に安い肉だったが、やっぱり炭火で焼くとうまく感じる。ホルモンとか魚介類、野菜も焼き、本当にたらふく食べた。白飯も飯盒で炊き、最高の夕食だった。食後は暖炉のある部屋に行き、テレビを見たり、プレステ、スーファミ、ファミコンで遊んだり、裏ビデオなんかも見せてもらって、当時童貞だったので衝撃を受けたもんだった。深夜になると怖い話でも盛り上がった。おじはこういう方面も得意で、本当に怖かった。機会があればその話も書きたいが。ふとおじが思い出したように、裏山には絶対に入るなよとつぶやいた。何でも地元の人でもめったに入らないらしい。松茸とか取れるらしいが。関係ないかもしれないが、近くの別荘の社長も昔、裏山で首を吊ってる、と言った。いや、そんな気味悪いこと聞いたら絶対入らないし、と、その時は思った。そんなこんなで、早朝5時頃まで遊び倒して、やっとそれぞれ寝ることになった。部屋に差し込む日光で目が覚めた。時刻はもう12時を回っている。喉の渇きを覚え、1階に水を飲みに行く。途中でおじの部屋を覗くと、いびきをかいてまだ寝ていた。寒いが、本当に気持ちのいい朝だ。
やはり山の空気は都会と全然違う。自分の部屋に戻り、ベランダに出て椅子に座る。景色はちょうど裏山に面していた。別になんてことはない普通の山に見えた。ふと部屋の中に望遠鏡があることを思い出した。自然の景色が見たくなり、望遠鏡をベランダに持ってくる。高性能で高いものだけあって、本当に遠くの景色でもきれいに見える。街は遥か遠くに見えるが、周囲の山は木に止まってる鳥まで見えて感動した。30分くらい夢中で覗いていただろうか。ちょうど裏山の木々を見ているとき、視界に動くものが入った。人？のように見えた。背中が見える。頭はツルツルだ。しきりに全身を揺らしている。地元の人？踊り？手には釜を持っている。だが、異様なのはこの真冬なのに真っ裸ということ。そういう祭り？だが一人しかいない。思考が混乱して様々なことが頭に浮かんだ。背中をこちらに向けているので顔は見えない。その動きを見てなぜか三階塾を思い出した。これ以上見てはいけないと本能的にそう感じた。人間だろうけどちょっとおかしな人だろう。気持ち悪い。だが好奇心が勝ってしまった。望遠鏡のズームを最大にする。ツルツルの後頭部、色が白い。ゾクッとしたその時、そいつが踊りながらゆっくりと振り向いた。おそらくは人間と思える顔の造形はしていた。鼻も口もある。ただ眉毛がなく、目が眉間のところに一つだけついている。縦に。体が震えた。一つ目、奇形の危ない人。そいつと望遠鏡のレンズ越しに目が合った。口を歪ませている。笑っている。うわー！目が合った瞬間叫んでいた。涙が止まらない。とにかく死にたい。異常なまでの鬱のような感情が襲ってきた。死にたい、死にたい。反響欄で部屋を駆け回っていると、おじが飛び込んできた。どうした？化け物！は？望遠鏡！裏山！おじが望遠鏡を覗き込む。声にならないうなりを上げ、おじは頭を抱え込んだ。鼻水を垂らしながら泣いている。さっきよりは少し気持ちの落ち着いた俺が聞いた。あれ、なんだよ。英子、英子。別れた彼女の名前を叫びながら泣きじゃくるおじ。さすがにやばいと思い、生まれて初めて平手で思いっきり人の顔をはたいた。体を小刻みに揺らすおじ。10秒、20秒。おじが俺を見つめてきた。邪詞。邪詞？いいか、俺の部屋の机の引き出しにサングラスがあるから持ってこい。お前の分も。なんて、いいから持ってこい。俺は言われるままに
サングラスをおじに渡した。震える手でおじはサングラスをかけ、望遠鏡を覗く。しばらく望遠鏡を動かしている。うっとうめき、俺に手招きをする。グラサンかけて見てみろ。恐る恐るサングラスをかけ覗き込む。グラサン越しにぼやけてはいるが、木々の中のそいつと目が合った。言いようのない不安がまさ襲ってきたが、さっきほどではない。だが心臓の鼓動が異常に速い。というかさっきの場所ではない。そいつはふにゃふにゃと奇妙な踊りをしながら動いている。目線だけはしっかりこちらに向けたまま山を降りている。まさかこっちに来ている？なあお前、しょんぺん出るか？は？こんな時に何を？出るなら食堂の空きのペットボトルがあるから、それに小便入れてこい。そう言うとおじは1階に降りていった。こんな時に出るわけないので唖然としていたら、数分後おじがペットボトルに黄色のしょんべんを入れて戻ってきた。したくなったらこれに入れろと言い、おじがもう一つの空のペットボトルを俺に差し出した。いや、だからあいつ何？山のもの、山子。わからん。ただ俺がガキの頃、よく親父と山にキャンプとかに行ってたが、あそこの裏山じゃないぞ。山はいろんな奇妙なことが起こるからな。夜でもテントの外で人の話し声がするが誰もいない。そんな時にしょんべんとか撒いたら不思議にピタッとやんだもんさ。そう言うとおじはもう一度望遠鏡を覗き込んだ。ぐっと苦しそうにうめきながらもあいつを観察している様子だ。あいつな、時速何キロメートルか知らんが、本当にゆっくりゆっくり移動している。途中で見えなくなったが、間違いなくこのロッジに向かってるんじゃないのか。じゃあ早く車で戻ろうよ。多分ダメだ。あいつの興味を俺たちからそらさない限りは多分どこまでも追ってくる。これは一種の呪いだ。邪悪な視線と書いて邪視と読むんだが、さっき言ってたやつか。でもなんでそんなに詳しいの？俺が仕事で北欧のある町に一時滞在してた時、いや、俺らが助かったら話そう。助かったらって、あいつが来るまでここにいるの？いいや、迎え撃つんだよ。俺は絶対にここにこもっていた方がいいと思ったが、おじの意見はロッジに来られる前にどうにかした方がいいというものだった。あんな恐ろしい奴のところに行くならよっぽど逃げた方がマシだと思ったが、おじさんは昔からいつだって頼りになる人だった。俺はおじを尊敬しているし、従うことに決めた。それぞれグラサン、ペットボトル、軽めの食料が入ったリュック、手持ちの双眼鏡、木製のバット、懐中電灯等を持って裏山に入っていった。暗くなる前にどうにかしたいというおじの考えだった。果たしてあいつの視線に耐えられるのか。望遠鏡越しではなくグラサンがあるとはいえ、
間近であいつに耐えられるのか。さまざまな不安が頭の中を駆け巡った。裏山といっても結構広大だ。双眼鏡を駆使しながらあいつを探し回った。おじいわく、あいつは俺らを目標に移動しているはずだから、いつか鉢合わせになるという考えだ。あまり深入りして日が暮れるのは危険なので、ロッジから500メートルほど進んだやや開けた場所で待ち伏せすることになった。興味さえそらせばいいんだよ、興味さえ。どうやって？俺の考えでは、まずどうしてもあいつに近づかなければならない。だが直視は絶対にするな。斜めに見ろ。言ってることわかるな。目線を外し、視線の外で場所を捉えろ。そして、溜めたションベンをぶっかける。それでもダメなら、いいか、真面目な話だぞ。俺らの、あそこを見せる。はあ？邪視ってのはな、不浄なものを嫌うんだよ。糞尿だったり、性器だったり、だから殺せはしないが、それであいつが逃げ出せさせることができたなら、俺らは助かると思う。それでもダメなら、逃げるしかない。とっとと車で。俺とおじさんは言いようのない恐怖と不安の中、じっと岩に座って待っていた。交代で双眼鏡を見ながら、時刻は4時を回っていた。兄ちゃん、起きろ。俺が10歳の時に事故で亡くなった1歳下の弟の声が聞こえる。兄ちゃん、起きろ。学校、遅刻するぞ。うるさい。あと3分寝かせろ。兄ちゃん、起きないと死んじゃうぞ。はっとした。寝てた？ありえない。あの恐怖と緊張感の中で眠らされた？横のおじを見る。寝ている。急いで起こす。おじが飛び起きる。腕時計を見た。5時半。あたりはほとんど闇になりかけている。冷や汗が流れる。なあ、聞こえるか？え？声、歌？神経を集中させて耳を澄ますと、右前方数メートルの茂みから声が聞こえる。だんだんこっちに近づいてくる。民謡のような歌い回し。何を言っているかはわからないが、不気味で高い声。恐怖感で頭がどうにかなりそうだった。声を聞いただけで世の中の何もかもが嫌になってくる。いいか、足元だけを照らせ。おじが叫び、俺は奴が出てこようとする茂みの下方を懐中電灯で照らした。足が見えた。毛一つなく異様に白い。体全体をくねらせながら近づいてくる。その歌のなんと不気味なこと。一瞬、思考が途切れた。やつが腰を落とし、四つん這いになり、足を照らす懐中電灯の明かりの位置に顔を持ってきた。直視してしまった。昼間と同じ感情が襲ってきた。死にたい、死にたい、死にたい。こんな顔見るくらいなら死んだ方がマシ。おじもペットボトルをひっくり返し号泣している。落ちたライトがやつの体を照らす。
意味のわからないおぞましい歌を歌いながら、四つん這いで生まれたての子馬のような動きで近づいてくる。右手には錆びた釜。よっぽど舌でも噛んで死のうかと思ったその時、おじの携帯が鳴った。号泣していたおじはなぜか放心状態のようになり、ダウンのポケットから携帯を取り出し見る。こんな時に何してんだ、もうすぐ死ぬのにと思い、薄闇の中呆然とおじを見つめていた。まだ携帯は鳴っている。おじは携帯を見つめたまま、やつが俺の方に来た。恐怖で失禁していた。死ぬ。その時おじが凄まじい方向を上げて、地面に落ちた懐中電灯を取り上げ、素早く俺の元に駆け寄り、俺のペットボトルを手に取った。こっちを見るなよ、やつの顔を照らすから目をつむれ。俺は夢中で地面に転がり、グラサンもずり落ち、頭を抱えて目をつぶった。ここからは後でおじに聞いた話。まずやつの顔を照らし、視線の外で位置を見る。少々汚い話だが、俺のペットボトルに口をつけ、しょんべんを口に含み、ライトでやつの顔を照らしたまま、しゃがんでやつの顔にしょんべんを吹きかける瞬間目をつむる。霧のように吹く。やつの馬の稲鳴きのような悲鳴が聞こえた。さらに口に含み、吹く、吹く。やつの目に、目に。さっきのより、また一段と高いやつの悲鳴が聞こえる。だがまだそこにいる。焦ったおじは、ズボンも下着も脱ぎ、自分の股間をライトで照らしたらしい。おそらくやつは、それを見たのだろう。言葉はわからないが、すさまじい呪詛のような恨みの言葉を吐き、くるっと背中を向けたのだ。俺はそこから顔を上げていた。おじのライトがやつの背中を照らす。何が恐ろしかったかというと、やつは退散する時までも不気味な歌を歌い、体をくねらせ、ゆっくりゆっくりと移動していた。それこそ杖をついた高齢の老人の歩行速度のごとく。俺たちはやつが見えなくなるまでじっとライトで背中を照らし見つめていた。いつ振り返るかわからない恐怖に耐えながら、永遠とも思える苦痛と恐怖の時間が過ぎ、やがてやつの姿は闇に消えた。俺たちはロッジに戻るまで何の会話も交わさず黙々と歩いた。中に入るとおじはすべてのドアの閉じまりを確認し、コーヒーを入れた。飲みながらやっと口を開く。あれでおじさんの言う興味はそれたってこと？おそらくな。さすがにあそこは惨めなほど縮み上がってたけどな。苦笑するおじ。やがてぽつりぽつりと邪視のことについて語り始めてくれた。おじは仕事柄船で海外に行くことが多い。詳しいことは言えないが、いわゆる技術士だ。おじが北欧のとある町に滞在していたある日のこと。現地で仲良くなった通訳もできる技術仲間の男が面白いものを見せてくれるという。おじは人気のない路地に連れて行かれた。ストリップとかの類かなと思っていると、路地裏の
薄汚い小さな家に通された。おじは中に入って驚いた。外見はみすぼらしいが、家の中はまるで違ったのである。一目で高級品とわかる絨毯、壺、貴金属の類、香のいい香りも漂っている。わけがわからないまま、おじが目を奪われていると、奥の小部屋に通された。そこには、ろうそくが灯る中、見た目は60代くらいの男が座っていた。ただ異様なのは、夜で家の中なのに、サングラスをかけているということだ。現地の男によれば、邪視の持ち主だという。邪視とは、世界の広範囲に分布する民間伝承、迷信の一つで、悪意を持って相手を睨みつけることによって、対象となった被害者に呪いをかけることができるという。イビルアイ、邪眼、魔眼とも言われる。邪視の力によっては、人が病気になり衰弱していき、ついには死に至ることさえあるという。おじはからかい半分で説明を聞いていた。この男もそういう奇術、手品師の類であろうと。座っていた男が、現地の男に耳打ちをした。男曰く、信じていない様子だから、少しだけ力を体験させてあげよう、と。おじは、これも一興と思い承諾した。また男が、現地の男に耳打ちをする。男曰く、今からあなたを縛り上げる。誤解しないでもらいたいのは、それだけ私の力が強いからである。あなたは暴れ回るだろう。私はほんの一瞬だけ、私の目であなたの目を見つめる。やることはただそれだけだ。おじはおそらく何か目に恐ろしげな細工でもしているのだろうと思ったという。本当に目が見にくく、潰れているのかもしれないし、カラーコンタクトかもしれない。もしくは、こうに何か、幻惑剤のような効果が、と。縛られるのは抵抗があったが、友人の現地の男も、本当に信頼できる人物だったので、応じた。椅子に縛られたおじに、男が近づく。友人は後ろを向いている。静かにサングラスを外す。おじを見下ろす。本当にな。今日のあいつを見た時のようになったんだ。コーヒーをテーブルに置いて、おじはつぶやいた。見た瞬間、死にたくなるんだよ。瞳はなんてことない普通の瞳なのにな。とにかく世の中のすべてが嫌になる。見つめられたのはほんの 1,2 秒だったけどな。何かの暗示とか催眠とかそういうレベルの話じゃないと思う。友人が言うには、その邪視の男は金さえ積まれれば殺しもやるという。現地のマフィアたちの抗争にも利用されているとも聞いた。おじが帰国することになった1週間ほど前、邪視の男が死んだという。所属する組織のメンツを潰して仕事をしたとかで抹殺されたのだという。男は娼婦小屋で椅子に縛り付けられて死んでいた。床には糞尿がばらまかれていたという。男は凄まじい力で縄を引きちぎり、自分の両眼球をくり抜いて死んでいたというのだ。さっきも言ったように、邪視は不浄なものを嫌う。お仏にまみれながらストリップか性行為でも見せられたのかね。
俺は一言も発する気力もなく話を聞いていた。さっきの化け物も邪眼な持ち主だったということだろうか。俺の考えを読み取ったかのようにおじは続けた。あいつが本当に化け物だったのか、ああいうふうに育てられた人間なのかはわからない。ただあいつは逃げるだけじゃダメな気がしてな。だから死ぬ気で立ち向かった。カッパも人間の唾が嫌いというじゃないか。案外お経やお守りなんかよりも人間の体の方がああいうものには有効なのかもしれないな。俺は話を聞きながら弟の夢のことを思い出して話した。弟が助けてくれたんじゃないだろうかと。俺は泣いていた。叔父は神妙に聞き、一分くらい無言のまま。やがて口を開いた。そういうこともあるかもしれないな。お前の弟、お前よりしっかりしてたしな。俺の鳴った携帯のこと覚えてるか？あれな、別れた彼女からなんだよ。でもな、この山の周辺で携帯通じるわけねえんだよ。見ろよ、今アンテナ一本も立ってないだろ。だからそういうこともあるのかもしれないな。今すぐ山降りて帰ろう。このロッジも売るわ。早く彼女にも電話したいしな。おじは照れくさそうに笑うとコーヒーを飲み干し立ち上がった。はい、いかがだったでしょうか。邪視というねお話、この話でね面白いと思ったのは、その邪視からね助かるには、人間の一部、人間の汚いもの、そういうものが苦手だっていうね、そういったところを使って、助かる展開、こういうのがねなんかちょっと面白いなと思って、このお話は好きです。はい。それにしてもそのおじさんがねこの邪視、あの化け物に対する知識を持っていて、本当に主人公は助かりましたね。普通だったらねもうただ逃げるとかね閉じこもるとかしちゃいそうだけど、どこまで持ってくる、追い払わないとダメだ、追い払うには汚いものがあいつは嫌いだ、もうねこの知識、おじさんグッジョブ。スーパープレイだったんじゃないでしょうか。そしてねこのロッジ売るわっておじさん言ってましたけど、この後にねロッジを買う方の、ね、ご分をね、祈ってやまないです。はい。こんな感じでね今回のゆきえもんとコアバナはね締めたいと思います。今回も最後までご清聴ありがとうございました。では次回のコアバナでバイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。ツイッターもやってるので絡んでくれると嬉しいです。ではまた次の動画で。